イングラハムはアメリカ海軍の駆逐艦、ウィックス級駆逐艦の一隻。艦名はダンカン・イングラハムにちなむ。イングラハムは1918年1月12日にカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄鋼所で寄港する。1918年7月4日にアルフレッド・エスガンによって浸水し、1919年5月15日に艦長、 DL レブレトン中佐の指揮下収益する。イングラハムは5月20日に成長巡航に出航。パナマ運河を通過し6月9日にロードアイランド州ニューポートに到着した。ニューヨークで修理を受けた後、任務のためヨーロッパに向けて出航した。9月22日にベルギーのオーステンデを訪れ、ベルギー国王夫妻を上官させ、フランスのカレーに運んだ。イングラハムはニューヨーク、 パナマ運河地帯を経由して1920年1月8日にサンディエゴに帰還し、キライフ施艦への改装が始められた。DM-9 に艦首変更されたイングラハムは1921年1月にカリフォルニア州沿岸でキライフ施訓練を開始し、6月7日にメアアイランドを出港した。6月18日に真珠湾に到着任務に従事し、 1922年6月19日に新珠湾で退役する。1936年12月1日に除籍され、スクラップとして売却された。ありがとうございます。